アルマンスール・ムハンマド・アルバドル、ビン・アフマドは、イエメン王国第3代国王。1962年9月19日、前王であった父、アフマド・ビン・ヤフヤが没したため即位した。しかし国内、特に軍部の掌握に失敗し、同年9月26日に発生した陸軍のクーデターにより、イエメンアラブ共和国が成立し、国王の座を追われる。クーデターには、 エジプトの支援があったとされている。国を脱出した後、サウジアラビアの後ろ盾を得て亡命政権を樹立した。イエメンは1960年代を通じて国王派と共和国派に分かれた内戦状態となった。1970年にはエジプトが第三次中東戦争を契機に軍事支援を中断、イエメンから撤退した。反エジプトで結束していた。 国王派の多くが目的を失い、幹部の多くが共和国派に取り込まれる形で離脱し、国王派の亡命政権が瓦解した。支えを失ったムハンマド・アルバドルは、イギリスへと亡命、1990年のイエメン共和国発足時にもキャスティングボートは握れず、イエメン王国復興を果たせぬまま1996年に死去した。王太子時代のアルバドル、左は、 アラブ連合共和国のガマール・アブドゥル・ガーセル、大統領、右は、シュクリー・アルクーワトリー。ありがとうございます。